いらっしゃいましたら挙手にてお願いします。お願いします。西区から来ました本田と申します。今日ね、当時小学生だった人が小学生の時に被災された方が、今日壇上で発表されたんですけども、残念と言いますか、この先ですね、そういう地震とかね、震災を体験してない子どもたちが中高生になってね、またこういう場を持って、発表があるのかなっていうことをちょっと考えることがあります。それで今日壇上に上がっている皆様に、最もね、これからの子どもたちに近い世代の方だと思いますんで、その子どもたちにどう伝えていくのか、また自分たちはどういうふうに今後も活動していくのか、一つお聞かせしていただきたいと思います。以上です。僕は、集会所で、ボランティアの方々が支援してくださったように滑舌弱の方を励ましていきたいと思います。僕はそういう震災のこととかをあまり知らないちっちゃい子たちに話す機会があったら話していきたいと思います。はい、ありがとうございます。自分が震災で体験したことを子どもたちに話していきたいと思います。ありがとうございます。私はこの震災で経験したことをしっかり子どもたちに語り継いで、二度と同じことが起きないようにしていきたいです。はい、ありがとうございます。募金活動やボランティア活動などに積極的に参加して、今まで支援してくださった方々にお礼をしたいと思っています。はい、ありがとうございます。ある方いらっしゃいますか。お願いします。失礼します。今聞いている中でやっぱりこの後震災とかそういう災害っていうのは防ぐことができないものじゃないですか。で、それがもし起こった時に、私たちはどういう対応をすべきなのか、どういうふうに生きていけばいいのかっていうのを中高生の目線として、お聞かせ願いますでしょうか。お願いします。いかなる時でもどんな震災にも対応できるように食料や水など常に家に備蓄しておくのが一番だと思います。焦らず常に日頃から備えて、日頃から水とか非常食とか防災グッズとかを備えておいたのを
震災が起きた時に使えるように日頃から備えておけばいいと思います。僕も震災が起きる前にその非常食や水などを備えていきたいと思います。私はまず震災が起きてしまった時は状況を確認して冷静に行動してテレビなどをつけて情報を得た方がいいと思います。先ほどのスピーチでもあった通り、海側の人は荷物などを取りに行って津波に流されて亡くなってしまった方も多いので、日頃から、準備などをしていつでも避難できるようにしておくことと、内陸側の人も、落ち着いて活動してラジオなどで情報を収集することが大切だと思います。ありがとうございました。他に質問がある方いらっしゃいますか？簡単失礼します。皆さんは震災に遭われて、各地からボランティアの方とかも来られたと思うんですけども、あなたたちが実際にボランティアをしてもらって、こういうことが一番助かったっていうものとかはあったりしますか？お聞かせください。集会所で避難しているときに友達もいなく知り合いもいなかったときに折り紙教室など開いてくださった人がいたので、とても嬉しかったです。震災後でその不安の中、その大学生とかが遊んでくれたこととかが小さい僕にはすごく嬉しかったです。避難所に行ったとき、たくさんの支援物資をもらったり、プロサッカーの人と交流できて元気づけられたことがとても嬉しかったです。ボランティアの方々が私に温かい言葉をかけてくれて嬉しかったです。食料や衣服や布団などの支援物資をたくさんいただいたことです。内容ですので次に移らせていただきます。